ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。テレビとかでよく、未解決事件の謎に迫るみたいなやつがあるけど、実際にあれで解決したところを見たことがないのよね。確かにそうだな。まあ、そんな簡単に未解決事件の真相がわかるのなら、警察もとっくに事件を解決できてるだろうからな。まあ確かにそうだけど、でも一回くらいは解決しているところを見たくない？なんかいつもタイトル詐欺だなって思うのよね。いや、いつもとは限らないぜ。実は過去にテレビの番組がきっかけで解決した事件がいくつかあるんだ。そうなの？ああ。やはり全国ネットのテレビだと見ている人間の数が多いから、寄せられる情報の数もすごいんだ。その話もっと詳しく教えてくれる？よし、それなら今日はテレビ番組で解決した事件3選について紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは岸和田断じり妻失踪ミステリーだ。これはどんな事件なの？これは2004年の9月に大阪府岸和田市で起こった事件で、岸和田市に住む当時40歳の女性が行方不明になったんだ。何か事件に巻き込まれてしまったってことね。この女性はかなりのだんじり好きで、失踪する前も中学時代の同級生と居酒屋で、だんじりについて話しながら飲んでいたんだ。大阪の岸和田って言ったらだんじりで有名よね。彼女は岸和田で生まれ岸和田で育ったこともあり、だんじり祭りに関するファンサイトを運営していたほどなんだぜ。生粋のだんじりっ子なのね。しかし、そんな彼女は友達と別れた後突如として姿を消してしまう。何があったのかしら？女性の失踪から半年が経った頃、女性の家族がとあるテレビ番組に彼女の捜索を依頼したんだ。テレビに依頼するの？普通は警察に通報するものでしょ？もちろん警察にはすでに相談している。しかし、警察は単なる失踪だと判断してそれ以上の捜索がされなかったんだ。そういうことだったの。そこで当時人気を誇っていたテレビの力というテレビ番組で、彼女についての情報提供を呼びかけるとともに、番組でも独自の捜査を始めたんだ。ご家族にとっては藁をもすがる思いだったんでしょうね。そうして捜査を進めていくうちに、これはただの失踪ではなく事件性が極めて高いということが明らかになったんだ。やっぱり何かの事件に巻き込まれてしまったのね。さらに女性の知り合いであるトラックの運転手が捜査線上に上がる。番組はこの男性に対して当日の行動や、被害者女性との関係などインタビューを行ったが、男性は一貫して関与を否定した。まあもし犯人だったとしても認めないわよね。しかし、番組が調べ上げた情報をもとに警察が改めて捜査をすると、先ほどの運転手の男性が逮捕されたんだ。やっぱりそいつが犯人だったのね。事件当時、男性は家で寝ていたと答えていたが、詳しい調べで事件があった時に車に乗っていたことが発覚。矛盾を追及していくうちに男性が罪を認めたんだ。本当に事件が解決したのね。テレビ番組の力ってすごい。そうだな。ちなみにこの男性は、番組内で被害者女性の夫と共に女性の情報提供を呼びかけていたんだぜ。よくそんなことができるわね。結局失踪した女性はどうなったの？女性は犯人の男性によって殺害され山の中に遺棄されていたんだ。だから見つからなかったのね。実は被害者女性と犯人の男性は不倫関係だったんだぜ。そうだったの？そして二人の間で起こった口論が原因で今回の事件に発展したということだ。結果、男性には懲役14年が言い渡されたぜ。男女のもつれは厄介ね。次に紹介するのは茂原市重機オペレーター殺害事件だ。これもテレビ番組の力によって解決された事件なの？そうだ。2000年3月に千葉県茂原市で当時49歳だった重機オペレーターの男性が行方不明となる事件が起こった。今回も行方不明なのね。事件当日、数軒の居酒屋をはしごしていた被害者男性。しかし、韓国居酒屋で目撃情報があったのを最後に、突如として姿を消してしまったんだ。やっぱり今回も事件に巻き込まれたのかしら？男性の失踪に最初に気づいたのは、彼の娘だった。男性は妻と離婚をしており、娘は父と母の家を行き来していたんだ。なるほど。それで男性の家に行った娘さんは父がいないことに気づいたのね。そうだ。警察に通報し、男性の捜索が開始されたがなかなか見つかることがなかった。そこで彼女はテレビの力に依頼して情報提供を呼びかけたんだ。またテレビの力なのね。当時はかなりの人気を誇っていた番組だからな。その証拠に今回も非常に多くの情報が寄せられたんだぜ。全国放送ってすごいのね。そして多くの情報の中に男性のものと思われる車が不法投棄されていた。男性が二人の人間に暴行を加えられていたという証言があったんだ。暴行？ああそうだ。どちらの証言も非常に信憑性が高かったため、やはり男性は事件に巻き込まれたということが判明されたんだ。
じゃあその情報をもとに番組でもっと情報提供を呼びかけたら一気にケリがつくんじゃないの？いや、そうはしなかったんだ。え、どうして？寄せられた情報は目撃証言者が一人だったため、情報提供者に危害が加えられる恐れがあったんだ。それに容疑者の逃亡や証拠隠滅の可能性があったことから、番組は警察の捜査が終わるまで放送を自粛している。放送していたらものすごい視聴率になったでしょうに。素晴らしい判断ね。そうだな。そうした甲斐もあって、番組が調べ上げた情報をもとに警察が二人の男を傷害容疑で逮捕したんだ。すごい、本当に逮捕に繋がったのね。男たちの供述によると、男性が最後に目撃された韓国居酒屋で男性とトラブルになり、暴行を加えた後山奥に連れて行き、そのまま置き去りにしたという。男性は見つかったの？いや、供述をもとに現場を捜索したが、現在でも男性は発見されていない。じゃあ悲しいけどもう生きている可能性は低いわね。そうだろうな。裁判所もそのように判断して、犯人の二人には殺人罪を言い渡したんだ。とりあえず犯人が捕まったのは良かったってところね。霊夢、テレビで霊能力者のような人が捜査に協力しているのを見たことはないか？よく見るわよ。霊視とかして丸々にいるのを感じますみたいなやつよね。でもそれで事件を解決しているのも見たことないけどね。そうだろうな。しかしたった一度だけ超能力で事件を解決した人物がいるんだ。そうなの？その人物の名前はジェラール・クロワゼ。オランダの超能力者だ。彼は過去に超能力でオランダの事件をいくつか解決しているんだ。本当にそんなことってあるのね。そして1976年、クロワゼは日本の水曜スペシャルという番組に呼ばれて来日した。その目的はとある少女を見つけ出すため。また行方不明事件なの？そうだ。千葉県で7歳の少女が行方不明になっている事件を番組が取り上げ捜索をすることになった。そこで番組はクロワゼにも依頼をしたんだ。超能力でいなくなった少女を探そうとしたのね。もちろん過去にも多くの能力者が人を探すようなことは行われていたが、さっきも言った通りそれで見つかることはまずなかった。今回も視聴者は期待をしていなかっただろう。そりゃそうよね。しかし、クロワゼは違ったんだ。見つけることができたの？彼は演習をすることで少女の居場所を突き止めた。そしてクロワゼに指示されたダムを番組スタッフが探しに行くと、本当にそこには遺体となった少女がいたんだ。じゃあそれが第一発見になったってこと？そうだ。少女の姿は映っていないものの、スタッフが少女の遺体を発見したシーンは実際に放送されているんだぜ。それってとんでもないことよね。そうだな。亡くなっていたのは非常に悲しい話だが、せめて遺体だけでも見つかったのは良かっただろう。超能力ってすごいのね。しかしクロワゼの能力に関しては物議を醸しているんだ。どうして？この人のおかげで少女が見つかったんでしょ？そうだな。しかし警察や近隣住民も度重なる捜索の結果、残すところはダムしか考えられない、というところまで来ていたんだ。じゃあ番組で探さなくても、警察が発見できていたってこと？そういうことだ。一説によると、次にダムが捜索されると知った番組関係者が、クロワゼと結託して警察の捜索が入るよりも前にダムを探させたのではないかとも言われているぜ。何が真実かはわからないってことね。そうだ。しかし、これもテレビ番組が解決した事件ということには変わりないけどな。テレビってすごいわね。ということで今回はテレビ番組で解決した事件3選について紹介したぜ。意外とテレビが解決した事件ってあるものね。そうだな。ほとんどが解決できていないものばかりだから知らなくても無理はない。でも、確かにテレビを使った情報提供の呼びかけなんかはすごく効果的なようだし、今後もテレビの力で解決する事件が増えるといいわね。その通りだな。ということで、今日はここまでだ。それでは、次回もゆっくりしていってね。